ラコ BD プレゼント結果発表。はい、まず指掛けサポーターの黒2名は YouTube からこちらの2名の方に、そしてリストサポーターの黒2名は Instagram からこちらの2名の方へ、そしてリストサポーター赤2名は Instagram、YouTube からコメントをくれたこちらの2名へ。当選者の皆様おめでとうございます。当選者の方は翔平のインスタに DM をお願いします。それでは本編どうぞ。はい、どうも翔平です。お願いします。本日は雨でね、ラガーズが中止になってしまいまして、ということでカムイスポーツの所沢店さんに来ております。今ちょっとね、先に前もって、店内入らせていただいたんですけど、めちゃくちゃ商品が増えてるということなので、カムイさんシリーズで、何本か出していきたいと思います。でその前にまあちょっとね、どういう風に変わったかとか、どういう商品が、プラスされたかというのをまず入りということで、ちょっとずつ流して、まあちょっと店内一新していこうかなと思います。はい、それではやっていきます。はい、ということで入ってすぐのキャメルが熱いということで、もうこんなにこれ全部キャメルが入った、グローブなんですけれども、ちょっとねこの中にも気になるものが、あったりとかするので、これはこれでまた、後日取り上げていきます。はい、でちょっと入っていきなり奥の方来ちゃったんですけど、これか少年軟式グラブ、珍しいですよ、こんなに揃ってるのは。なんで、これもまたちょっと別で、少年用は少年用で今回1本出そうと思っているので、ちょっとまた後日楽しみに待っていていただければなと思います。で、ね、今ね軟式って言ったんだけどね、公式もあるんですよ、ちゃんと。私キッズグラブもあるので、まあ、もうお子さんも来れば必ず欲しいグラブが手に入るんじゃないかなと思います。こっちが女子ソフトソフトボールのモデルの、グローブと、まあ、ミットだったりとか、になります。キャーストミットって言われてるのかな、こういうやつ。キャッチャーミットっぽいけどファーストミットみたいなのもありますし、まあ、こういったカラーグローブ、水野ウィルソンカラーグローブも、揃っているので、ソフトボールの方もここでも買える感じですね。で、その反対側が公式の、まあ、よく紹介しているコーナー、のグローブで、僕がねもうお世話になっております、カムイさんのオリジナルグローブだったりっていうのも、まあ、もちろんね置いてあります。まあほぼオーダーが基本になるのかな、今。なのでそんな数は置いてないんですけれども、まあ物自体は結構これをサンプルとして、いろんなグローブ、作れるのかなといったところです。進んでいってもこうやってまた他に、さっきはまあ水野さんが基本だったんですけれども、まああの Z だったりまたケアマだったり、まあまずミッド類があって、普通にこっちにね、まあこっちも水野がありますけど、いろんなメーカーのマツオナックス、トラス X とかね、まあいろいろと、まあやっぱその Z が多いのか、毎回思うのは Z、ウィルソン、その辺の、メーカーのグローブがドンとあって、反対側には特化グローブですよ、安くなってますよ。もう高校野球とか、まあ中学でもいいですよ、硬式野球始める方なんかはすごいやっぱこういうところのグローブで全然安い、くいいグローブが買えるっていう感じですね。はい、でグローブコーナー一番奥なんですけども、ここが軟式グローブコーナーになります。こういうねプロモデルがとか、セレクト9の前田投手モデルだったりとか、まあ、菅野投手だったりとか、いろいろそういったプロモデルの、大人用のね、軟式用もあるので、中学軟式の子なんかはすごいいいのかなって、まあ、それはプロモデル、使いたいですし、そういう点ではかなりいいのかなと、安く買えるしね思います。で、まあ、その他にも高ランク叫びの軟式用だったりとか、まあ、プロステのキャッチャーミットだったりとか、ファーストミットだったりとか、で、まあ、安い部類でいうと、おほほビューリーグいつぶりだろう見たの。こういったね、安く買えるグローブもあるし、ちょっと叫びだったりの高品質な、グローブとかもちゃんと揃ってます。即戦力グローブって言われてるやつが、柔らかいやつも揃ってるので、まあ本当に草野球始めるよっていう、すぐにグローブが欲しいっていう方なんかにもちゃんと対応してるところが、まあ、カメさんのすごいところなので、本当に種類が多いっていうところですね。草野球人の方必見です。カラーグラブがめちゃくちゃ
ちゃあります。ウィルソンのワナビーヒーローとかさ、これ何種類あんの？おお、これを取り出した瞬間奥にね、同じモデルの別カラーがあったりとか、でポジションも豊富ですね。ポジションとか一個一個の大きさもかなり豊富で、ワナビーヒーローいいんですね。一個前のワナビーヒーローかな、銀色の。もうこれ完璧に小指って見てわかる。片付け済みなんですよこれ。小指で片付けしてくれてる。まああのそれこそ即戦力グラブを品質がいいものを買えるみたいな感じですね。まあこれはちょっとね、後でまた別の動画で出そうと思うんですけど、メジャースタイル、メジャースタイル、ミズノのメジャーリーガーモデルだったりとか、こうですね、ミズノプロ2022オールスターモデルまだありますよと。ミズノショップとかだともう多分もうないはずなんですよ、がもうあるので紹介しましたけど、カラーの源田選手モデル、はい、タックスもあって赤もありますと、全種類全カラー揃ってますと。いやすごいよな、本当に品揃えが豊富すぎる。今宮選手方もありますよと。で今宮選手方も全カラー揃ってますの他も、あとはこれも別の動画でちょっと出しますけれども、2022年のZのオールスターモデル、まだね9月なんですけども、オールスターモデル売ってるんですよね。限定とか好きな人、あーいますね、うん、とかはすごい注目すべきショップだなと思います。ここが少年用の、バッテとか、守備手とかで、反対側ジュニアバット、ジュニアバットも今すごい種類がね豊富なので、これも少年用のさっきグローブ、紹介しますって言ったんですけど、これも一緒に、また別の動画で、紹介しようと思います。やってんねん。いいねいいね。いいねで、まああのソフトボールのバットも、いや、こんな種類あるんですね。僕ソフトボールって高校の授業でしかソフトボールってやってこなかったから、こんなにいいバットが揃ってるんだっていうの初めて知りました。結構な量揃ってて、まあトレーニングバットも4列分トレーニングバットなんだ。こんなにトレーニングバットあるところもないですし、種類も多いですね。やっぱこれとか多分片手振り用じゃない、短いやつですね、うん、片手トレーニング用とかっていうのもあるので、種類が本当にトレーニングバットだけでかなり揃ってる感じです。こっちが公式の、木製バットだったりとか、まあ中学公式、一般公式だったりっていう、まああの公式バットっていうのも大体まあ高校生とかで腕買うとは思うんですけれども、まあその中でもあの欲しい、自分で欲しいよっていう方だったりしたら、まあ普通に買えるっていうのがそのところですね。高校生対応のバッテ、これもいろんな種類ありますね。ミズノプロの革製品もあるし、まあ高校生ってすごいやっぱ汚れるんで、すぐ洗えるようにって言って、まあ、基本的には洗えるやつの方が多いかなといったような感じなんですけども、まあそれもちゃんと、まあ、高校生に対応する、特化するっていう点では、まあもちろん多くなって仕方ないのかなと思うので、まあ、消耗品ですけどね、買っても安いのができるだけってことで、タイルにいろんなメーカーのが揃ってます。で、こっちが大人用というか、まあ、社会人、草野球向けの、バッテコーナーなんですけど、まあ多い種類が、本当に。これもね、ちょっと別で紹介しようかなと思います。はい、フランクリンのオーダーもできますよと。まあ、どんな派手なの作ってもいいし、どんだけシンプルなの作ってもいいし、すごいな、どこでもいけるの、ある程度の場所はいけんじゃない。結構見てこれ、結構な種類いけるよ、うん、すごい。1万1000円まあ普通か、うん、限定レガシーじゃない。どうですか、トップの新しいやつですか。あのね、あのトップの新しいやつ、多分重いやつですよね。これが740のトップバランスの重たい限定モデルのやつですね。いや売ってるんだ、ミドルだけど750限定品、振り回したい人にはいいんじゃないっていう、力強い人は。はい、じゃあね、最後の、一周動画の中では最後のウェア系のところ、いや秋冬が大量に入ってますね。このスウェット生地のアンダーアーマーの
まあ、スウェットかトレーナーだったりとか、オークリーのパーカーが、うん、こっちにもあった。これ買いだな。サイズないですけどね。サイズがない。どうまいです。どうまいです。ロンティーか。 4L。 オークリーのこれジャージ生地のロンティーかな。サラサラ生地の。本当だから9月とかもうそろそろ来てもいいかなって感じかなぐらいの。ブージャンケシャカシャカ系のものだったり。安っ。いくら。6000切ってる。お、じゃあ買うか。うん、買わない。これも秋系かな。でも多分旧モデルだから安くなったりとか。はい、といった感じで今とりあえず一周今、軽くなんですけど、回したんで、今後上がる動画で、個別にちょっと特集していこうかなと思います。はい、カムイさんのインスタグラム等々の URL 概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。後日の動画も見てね。爪が来てる。スリーだった。あった。めっちゃぴったりじゃないですか。いいじゃないですか。それ多分一番いい。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございショーヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。